食堂は建物、特に住居において食事をとるための部屋のことである。一般的に食堂やダイニングルームと呼ばれているのは食事をとるための部屋のことである。食堂という用語、概念はいくつかの角度から用いられているが一つは台所と対比、区別する形で用いられている。また寝室、客間などの用語、概念とも対比して用いられている。 ただし、食に関係する住宅空間は時代とともに様々に変化し、多様化してきており、現代の一般家庭では食事をとる場所と台所を一体化させた様式も広く採用されているし、また今と食堂を一体化させた様式も広く採用されている。その意味では、ダイニングルームはダイニングキッチンやリビングダイニングと対比されて、 近年ではやや古風となった感もある様式の食事をとるための専用の部屋を指すために用いられている。西洋ではダイニングルームといえば食卓と椅子が設置してある。一般家庭では調理してできた料理を温かいままで瞬時に食卓上に届けるためまた調理を担当している人が調理と同時に食事をしている人の様子や食事の進み具合を容易に確認するために 食堂は台所に隣接している場合が多い。貴族の館など広大な館、屋敷では食堂は台所からやや離れてしまっていることもある。江戸時代以前の日本では食に関わる空間に関していくつか様式があり、一つの様式としては一段低い土間に台所があり、女たちがそこに設置されたかまどで焚き木を使いに焚きを行い、 その土間の隣に一段高い板の間があり、その板の間で家族が正座をして食事をするという様式の家屋はごく一般的であった。あえて言えば、板の間の台所よりの空間が食事をとるための空間で食堂的な空間ということになる。ただしそこは壁によって区切られた独立した部屋ではないので食堂とは呼びがたい。また食事をしていたこの空間は容易に 座布団などが片付けられ、食事以外の時間では別の目的でも使われたので、その意味でも食堂とは言い難い。明治以後文明開化はあったが、一般庶民の家庭にすぐに西洋風の生活様式がもたらされたわけではなく、大多数は相変わらず畳を敷き詰めた和風の家屋で暮らしていた。一部の人々は西洋風の住宅を作るようになり、 当時のヨーロッパやアメリカにあったダイニングルームを模倣して台所とは独立して食事専用の部屋を作る人が出てきた。なお、日本の庶民の住宅は共商住宅が多く、今でも台所と食堂を一体化させていることは多い。ホワイトハウスのプライベートダイニングルーム歴史的にダイニングルームには比較的大きなダイニングテーブルと複数のダイニングチェアを置く。 最も一般的なテーブルの形状は、通常の長方形で、両端に二つの肘付き椅子と側面に、偶数の肘なシー子を配する。中世において、上流階級イギリス人及び他のヨーロッパ貴族は白、またはマナーハウスにおいて、グレートホールで食事をとる。この部屋は、大きな多様との部屋であり、家中の人の大半が座ることができる。家族は、 高い壇上のヘッドテーブルに座る。残りは階級が高い順に並んで座る。グレートホールのテーブルはチョイスがある長い課題式テーブルである傾向がある。グレートホールは非常に騒がしく大変煙たく悪臭のする、議論をするために不快な場所である。グレートホールでの食事の不快さに対応して貴族はグレートホールの外に応接観客間を作り始めた。 これらはかなり小さな部屋で、貴族は比較的静かでくつろいで話すために移動することができる。時間が経つにつれ、貴族は応接間で食事をとることが多くなり、応接間は機能上、ダイニングルームとなった。またこの部屋は、グレートホールからより遠くに移動し、グレートホールの段から儀式的階段を通じていく。そのうち、グレートホールでの食事は、 主に特別の場合に飲み行うようになった。18世紀初期に向け、家の女性が生産の後にダイニングルームから客間に移動し、男性はダイニングルームに残り、酒を飲む傾向が現れた。結果として、ダイニングルームはより男性向けの傾向となった。シュトゥットガルト北、フェウバッハテオドールホイスのダイニングルーム典型的な北アメリカのダイニングルームには、 他の家具と同様に配置可能なテーブルの端と横に椅子が配置される。現代のアメリカの家屋ではダイニングルームは客との生産や特別な場合にのみ使用するようになった。普段の食事は台所、朝食スペース、またはファミリールームで取られる。これはイギリスの場合伝統的に家族の多くはダイニングルームを日曜日にのみ使用し他の食事は台所で食べる。 現代のダイニングルームのテーブルには、組み立て式で特別な場合に多数向けに使用できる天板があることもあり、使用しない場合に余分な空間を使わないようにする。オーストラリアでは、まだダイニングルーム仕様の監修がある一方、家族の食事は通常今のテレビの前で食べられる。ありがとうございます。